ドロレス・オリオーダンは、アイルランドのミュージシャン、ロックバンド、クランベリーズのリードシンガー、ソロ歌手としても活動した。アイルランドのリムリックの労働社会級の家庭にて、9人兄弟の罰師として生まれる。兄弟のうち2人はドロレスが生まれる前に死亡している。2018年1月15日、レコーディングのためロンドンに滞在中、宿泊先のロンドンヒルトンオンパークレインの浴室で、 亡くなっているのが発見された。目立った外傷はなく、血中からは処方されていた薬以外の成分は検出されなかったが、基準値の4倍を超えるアルコールが検出されたため、最終的な死因は、急性アルコール中毒で泥酔したことによる歴史と診断された。不法を受け、アイルランドのマイケル D ・ヒギンズ大統領は、彼女の死を知って大きな悲しみを抱いている。 アイルランドの音楽界にとって大きな損失だと声明を出した。レッドブルのルースサクセル B はオリオーダンの歌い方について女性が死者に対する悲しみを表現するキーニングに似ていると指摘している。サクセル B はオリオーダンの独特の歌い方についても言及しており、例えばオードツ・マイ・ファミリーという歌の Do You Like Me? の like の部分については 低く角の取れた歌い方だとし、全略どういう答えが返ってくるかわからないが、とにかく問いかけてみようという響きがある。と評している。在クルメルツのアシュッド、no not have read the paper today, cause, a child, 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 h 言わ、e、ず take n away という部分については、child の部分を、 だんだん激しくしながら繰り返し歌うことによって怒りの境地に達する様子を表現しているとサクセルビーは見ている。またザイシクルメルツは人工妊娠中絶反対派から支持されているがオリオーダン自身はジェームス・バルガー事件に触発されたと1994年にオーストラリアの雑誌からのインタビューに対して答えている。サクセルビーはオリオーダンの楽曲のテーマには オリオーダン自身が子供の頃に友人から性的暴行を受けていたことが源流にあるのではないかと見ている。ありがとうございます。